皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株報今日もよろしくお願いいたします。今日は7月の23日の火曜日になります。お題がこちら。え 今日もマイナスととといいいいうことで話をしていきたいと思います裏日経平均株価の冷やしチャート、インセンをつけまして、わずかなんですが、前日比マイナス、昨晩ですね、特にソックス指数なんかがね大きく上げてきたので、半導体株上昇すれば、日経平均株価はさすがにプラスになるでしょうと思ってた方、多いと思うんですが、残念ながらマイナス、マイナスをけん引したのがレーザーテックかなと思ってますので、まずチャート見ていきます。ででで三菱 FJ 川崎良品計画 QPS 研究所見た上の とも見ていきますよろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日,日夕方5時で入れております。必ず毎営業日やっております。ぜひほぼ日日本株の高チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速、今日の振り返りを見ていきましょう。はい、今日の3指数なんですが、結果だけ見るならば高安、まちまちの展開となりましたけども、やっぱりマイナスっていうのは意外性がかなりありますよね。今日はね、半導体株が反発して少なからずプラスで終わるだろう、プラス幅がどれぐらいになるかなっていうのが注目ポイントだったという ふうに理解はしてますで 39, 円だいぶ4万円に近づいたところからもう午前中の時点でこんなに上げ幅縮小しちゃいましたかみたいな形で5番はもうマイナススタートっていう感じでしたからね非常にちょっと上値の重たさ特に半導体関連株の上値の重たさ意識された日だったのかなという風に思います日経平均の値上がり値下がりはほぼ拮抗しているような状態半導体でも上がってるもの下がってるものありますけどもまあでもやっぱり半導体もっとスカッとこう上がっていくはずだったそういうストーリーを描いている はずだったんですがやっぱり需給が重たいんだろうなって感覚は持ちましたね業種別ランキングを見てみますと海運銀行と続きますのでまあ、川崎基線と三菱 UFJ っていうのはチェックしていきたいなという風に思いますその一方で値下がりが精密機器電気がその他製品電気機器なんていうのが続きますからねやっぱり半導体とかも含めてねあまり強くはなかった弱かったんだなっていうことがわかるんではないでしょうか売買代金ランキング見ていきますトップのディスコ2のレーザーテックともにゲラ しているんですよねこれはねちょっとね NVIDIA とかも5%とか上がっていたはずだったのにディスコはマイナスですからねかなり差が出てきたなっていう感じはしますよねまた三菱重工業なんかもプラス幅ちょっとちっちゃめな感じはしますしね海運株が上がってるだけそれだと指数は上がんないよなっていうねそんな感覚は持ちましたねこちらがグロースの売買代金ランキングになっておりますトップが新バイオ製薬なんですが2位の QPS 研究所指数ベイトはまあそこそこ高いかなというぐらいだとは思うんですけども少し急落をしていたので 材料確認をささせてくださいこちらがスタンダードの売買代金ランキングでこちらもあんまり動きはないですかね、えー、名村造船所フィットイージーっていうのはおそらく直近 IPO だと思います、えー、その他伊勢科学なんかもだいぶ売買代金は少なくなってますね それでは個別銘柄を見ていいいきたいと思います。はい、まずはレーザーテックなんですが今日はね、やっぱりソックス指数が大幅上昇して帰ってきた翌日それまでだいぶ下げていましたので、まあ、自律的な反発が期待できる1日だったというふうには誰もが認識していたんじゃないかなというふうには思いますレーザーテックに関しましても前日終わり値が2万8960円に対しまして始め値が2万9760円高値が3万10円高値をつけたのは9時10分ですからいいぞというふうに思った方も多かったと思いますですが、 午前中のうちに28,000万円台まで下げてますからね。高値から安値取ると2,000円近く下げているということですから、値幅だけで見るとね、前日比ではそんなに大きく見えませんけども、結構動いてるし、何よりもマイナスであるっていうのはね、ちょっと印象悪いですよね。はい、こちらがレーザーテックの冷やチャートになってます。で、まあ、やっぱり需給が重たいというしか言いようがないとは思うんですけども、今日も年初来安値を更新してるんですよね。これだけ売買代金があってね、で、ずっとこう逆張りの買いが入っているということは信用残からも、 明らかなんですけども、えー、ずっと安値を割り続けているっていうことなので、まあ、諦めて損切りする人が多いのかもしくは信用改ざんがまたさらに増えてることがわかるのかまあ、そういったところをねまたね今日の夕方に信用残データ新しいもの更新されますのでチェックしていく必要はあるかなと思います下がれば下がるほど信用残が増えていくと売りが売りを呼ぶ展開にもなりますのでそこはご注意ください続いて三菱 UFJ 見ていきましょう今月末にね日銀の金融政策決定会合が迫っているということなんですがまあ、日銀の金融 政策正常化への期待という形になるでしょうか今回は用事発言茂木幹事長の発言を受けてということですね 段階的な利上げの検討も含めて金融政策を正常化する方針をもっと明確に打ち出す必要があるというふうに言ってますから利上げがあるんじゃないかとえ早期利上げ期待もねより強まった意識されたという形で銀行株は今日上昇しているのかなというふうに見ております三菱 UFJ の冷やしチャートはこのような形になってますただちょっとやっぱりワネが重たくなってきてますかね7月の5日が高値なんですねそこから高値を超えられずにですねただこう横ばいけんだん横い券に入ってきたもしかしたら三角持ち合いぐらいになって 25日、移動平均線がサポートとしてくっついたぐらいで上がっていくと上昇トレンド維持割れてしまうとちょっと上値が重たくなっちゃうかなという形になりますので今後の展開はぜひご注目いただきたいなというふうには思います PR が今13.8倍信用倍率10.68倍やっぱりまあ改ざんがね需給的には重たいというところはあると思いますね続いて川崎汽船を見ていきたいと思います実は昨日ですね日本郵船が決算発表に先立って情報修正を発表してきたんですよね,ねそれが オーシャンネットエクスプレスという持ち分法適用会社の業績が良くてっていうこともあったので、まあ、そうするとこの海運大手3社ともにですね、情報修正の可能性が出てきたっていう形だと思います。えー川崎基線は 日本郵船が8.16%、商船三井は5.27%の上昇。やっぱりこの三社に絡むものなんだろうなというふうには思います。また日本郵船配当の情報修正しなかったんですけども、まあ、その修正なくても3%を超える配当利回りです。で川崎汽船ももう3.55%配当利回り結構高い銘柄ですから、業績が上振れればね、もちろん増配の期待というのもより深まっていくと思いますので、まあ、その辺も深めましてちょっと期待が強い銘柄なのかなというふうには思いました。 川崎基線の冷やしチャートはこのような形になっております川崎基線はまたちょっと違う形で動いてる感じはしますよねでもまあチャート的には7月22日75日の平均線は割れていましたが 6月20日の安値を割らずに今日とりあえず反発できたことはいいことですね。ローソン菓は陰線で25日移動平均線の上値抵抗ちょっと意識された可能性はありますのでそこはご注意いただきたいなと思います。信用倍率は2.05倍となってますのでそんなに需給が重たい銘柄ではないですね。ちょっと今後の海運株の動向、決算見逃さないようにしておきたいと思います。続いて良品計画を見ていきたいと思います。良品計画ね、かなり好調ですよね。加えて今回平均20%の値上げを実施。 C ということですから値上げして業績のね改善期待と言いますかそういったものは持たれやすくなったのかなというふうには思いますはいこちらが良品計画の冷やしチャートになっておりまして今日は高値更新という形になりましたよね決算後の動きで大きく上昇したけど陰線をつけてでもその高値を超えてきたというところですからやっぱり買いが継続してるんだろうなという印象は持ちましたね非常にこう今買われやすい銘柄になっているんじゃないでしょうか現在の PR がですね21.3倍ですよね、えー、信用倍率も1.3 2.74倍ですから需給も決して重たくなくということで自分たちにとってもね非常に身近な触れることのできる商品を取り扱う非常にこうブランドイメージの強いね企業だと思いますので、まあ、その可能性っていうのはどれぐらいあるのかっていうのはねちょっと分析してみたいなっていう感じはしています最後に QPS 研究所を見ていきたいと思うんですが株価が4.64%の急落という形になっております株探でのニュースとしましては福岡市での拠点稼働開始遅延の可能性ということでこのニュースが出た時にもね僕確認したんです けども福岡市かという形でね結構興味を持っていましたが残念ながら稼働が遅れるということは、まあ、それだけね業績に関係する話という形になるんだと思いますまたですね今日、違うニュースで代表取締役の移動および取締役候補の選任に関するお知らせというところで COO が体調不良を理由にねお辞めになるということだったんですね、まあ、その辺もですねちょっと業績への、まあ、今後の期待感への懸念点っていう感じなんですかね業業績がすすぐ出るっていいううでではないとはなと思うんですけど そういう今までやってきた人が変わってしまうというところはちょっと失望売りにもつながりやすかったのかもしれませんねはい QPS 研究所の冷やしチャートはこのような形になっておりますなんだかんだでも右肩下がりでずっと下げ続けてる感じですかね最近宇宙関連ビジネスがね全然評価されなくなりましたね実際には QPS 研究所の他にもアイ,アイスペースであるとかあとはアストロスケールっていう会社が最近上場してきましたけどもあまり材料視されない新たな材料が出てはいないっていう形になってますねもちろん新たな 材料が加わればですね株価としては堅調さを取り戻すと言いますか非常にこう伸びしろがあるというそういう形ではあるんですけどもそれは負けて全体が、ね、非常に調子がいい時だとは思うんですよね。それプラス、まあ、買,い買いを探していく中で材料として意識されやすいってことだったと思うんですけど非常にまあ今このリスク要因が結構顕在化してきた中ではやっぱり買われにくい銘柄に今のところはなっているのかなというふうに思いますよね。またのの資本コスト改善要請ななんかとも全く関係のないいそういうビジネス モデルでですので、まあ、どうしても買いが向かいにくい側面というのはあるのかなというふうには思います。 今後の、ね、追加の材料の時きに、まあ、割安性とかはしっかりと意識しておきたいなというふうには思いますけどもね未だちょっと割安性はやっぱり測りづらいというところはあるのかもしれませんねはいでは日経均株価から指数を見ていきたいと思うんですけども日経均株価今日陰線をつけましたまた前日比でマイナスとなりましたかなり意外性があるんですけども4万円をギリギリ超えることができなかったってことで今後やっぱり4万円っていう線とあとは基準線4万188円ですけどもこの2つは意識される可能性が非常に高いだろうなと というふうには思いますし今日はやっぱ需給的に相当重たくなったことは事実だと思いますこれがまあ損切りの売りができてねまた上がっていく需 <laughs> 給の改善という形になればいいんですけどもまあ、ひとまず先週分にはなりますけども、えー、信用残データこの後出てきますのでしっかりとそれぞれ銘柄でね確認していきたいと思いますトピックスに関しましてもやっぱり陰線をつけて上値の重たさという点では日経平均株価は同様のものを感じておりますただチャートの位置的には基準線の上を維持できてますのでこっちの方が上昇していく機能 可能性はね感じるチャートなのかなというふうには思いますグロース250指数結局やっぱりまだ雲の下基準線の下という形で マックにもデッドクロスは発生しましたねこの雲の上限とともに下がるのか上限を超えて始まるのか明日の動きにはしっかりと注目をしてみていきたいと思いますニューヨークダウを見ていきましょう結構堅調にはなりましたかね2日間陰線で下落してという形ではありましたが崩れずに維持できた状態で前日比プラスを迎えられたっていうのはねちょっと安心しましたサンドピーク500もですね陽線をつけまして基準線の上まで登ってきましたねただマックリの向きとか変わっていないのでまだ油断 禁物っていう感じはしますかね。 ナスタック見ていきましょう。ナスタックに関しましても要請をつけまして上昇率だけを見るならば S&P よりもこっちのナスタックの方が強いということにはなるんですよねでもやっぱまだ基準線を超えていない基準線はね、下がってしまうと株価が下にあると今度は抵抗の目安になっちゃいますからね。そこは意識してみておきたいと思います最後ラッセル2000です1.66%こちらはですねもともとの変動が非常に激しくなっていた銘柄というか指数なんですよねでもまあ転換線を割り込む前に,一時的に にも反発ができたというところで今日の状態というのはねまず冷静に見ていきたいところですねひとまずまだチャートは崩れていないというところは見ておきたいなというふうに思いますはいということで、えー、今日もマイナスということでね非常にこう需給の重たさ意識される感じなのかなというふうには思いますで、ね、アメリカ株と日本株が全く違う動きになってきてしまったし nvidia とディスコとかも全然違う動きになってきてしまったんですけどもこれがどういうふうにどこまでいつまで続くのかっていうのはね見ていく必要があるかなというふうには思いますまあ、どっかに相関性が戻 ってきたりとかちょっと今方向性がつかみづらい状況ではありますけどもこういったものも継続的に分析していく以外答えを見つける方法はないのでしっかりと見ていきたいと思います明日もよろしくお願いしますでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことも分析するマガジンですが毎週金曜日更新でけ、えー、分析記事をアップしております先週やったのはディスコの決算の分析ということになりました残念ながらディスコの下落が全然止まらないんですよねもちろん上がるぞっていう形で見たわけではないんですけどもみんながやっぱ注目していた決算だとは思うし決してそこまで悪いわけでは はなかったんですけどもここまでね株価が崩れるっていうのは意外性はありますよね需給的にはちょっとかなりまだ注意が必要だと思いますのでそこは注意してみていただきたいっていうところぐらいまでは入ってるかなと思いますので月額900円初月は無料のノートの分析記事ぜひチェックしていただきたいなという風には思っておりますよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標頑張って更新していきますので明日も聞いていただける方はぜひほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしく お願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。